どうも、新年明けましておめでとうございます。メールの方いただきましてありがとうございます。竹石さん有名人ね、私もね、よく存じておりますよ。私の住まいから、今住んでるところから竹石さん有名人の記念館までね、ほんとすぐなんですよ。岡山ですからね、竹石さん有名人っていうのは。で、もともと大学生の時に私岡山にいまして、その時にね、付き合いのあった女性が竹石さん有名人を見に行きたいということで、まあ、デートコースにね、選んだのが一番最初だったんですよ。まあ、最初はそんなに興味があったわけではないんですけども、ああ、なかなかいいもんだなっていうふうにだんだん思うようになりましたね。やっぱりこう暮らしにちょっと落ち着きが出てきたのか、それとも自分の感性がやっとね、育ってきたからなのかなと思います。まあ、そこへ行くとね、こうやってメールをいただいて、竹石さん有名人の昭和の時代の画家ってのはいいですよみたいなことを聞くと、まあ、私よりもね、感性豊かなんだろうなというふうに思うばかりでございます。まあ、まさにね、こう芸術性とか、まあ美術館に行っていろんな思いを巡らすっていうのは、いいかもしれないですよね。なんせね、美術館に行く道すがらとか行った後の帰り道とかでもやっぱり思いを巡らせるっていうところがありますんでね、なんかその頭の整理にもなるかなっていうことと、健康で文化的な最低限の暮らしっていう風なね、言葉がありますけども、文化的っていうところがどうしてもね、私たちの抜けがちかなというところがあります。まあ、どのあたりを文化っていうかね、まあ、最近ではそのAKB だって文化だっていうこともあると思いますし、EXILE だって文化だって言われればそうなのかもしれないです。何もね、100年前、500年前の音楽や絵だけが文化ではないですからね。まあ今でいう二次元の秋葉系の萌え画っていうやつも、もしかしたら300年ぐらい経ったらね、日本の文化として語られるのかもしれないですよね。まあそんなことを考えるのも、こんな時期だからなのかなと思います。はい。で、投資に関しましては、やっぱり長期投資ってのはね、資金があれば長期投資に越したことはないんですよね。でも多くの方が投資として、まあ、思い巡らすのは短期投資なんですよ。まあ、短期って言ってもね、まあ、こう1年っていう単位で短期というふうに私は捉えてますけどもね。もちろん投資自体はデイトレードって言って1日の間に決済するものもありますけども、その1日の取引を積み重ねて1年間で、いくらパフォーマンスが出たかってことを考えるわけなんですよね。で、FX ってのはそういう計画をもとにやっていきますんで、当然難しい日ってのあるわけですよ。難易度の低い日ってのもあるわけですよ。そうなってくると、まずは難易度の低い日を見分けて、その日だけはちゃんと取っていけるようにすると。それから徐々に難易度の高い日にも手を出していって、結果1年間いつでもトレードができるよっていうふうなのが、まあ上級者なのかなと思うんですよ。まあ FX は非常に単純なんでね、投資の一丁目一番地にするにはものすごくいいのかなと思います。まあデモトレードもありますし、少額でもできますんでね。で、力がついてきたら資金を増やすっていう形にすればいいのかなと思います。で、その資金そのものも FX の中から取り出すみたいな感じですかね。はい。まあ、近々、こちらの方はね、どうやって、少ない資金で大きく稼いでいくかっていう、そのコツコツ手法をね、公開していこうかなというところでございます。2024年もよろしくお願いします。メッセージありがとうございました。